皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は小学校3年生の社会私たちの死の歩みの変わる道具と暮らしの最後の内容です。今回の学習課題は 道具と暮らしの移り変わりについてまとめようです皆さん家の人にインタビューできましたかインタビューしてどのように感じましたか昔の洗濯は家の外でしゃがみながら手で洗っていたんだね冬は 水が冷たくて大変だねうん腰が痛くなりそう時間もかかるよね今の洗濯機だと自動で洗ったり乾かしたりできるよね洗濯物に合わせて洗い方を選んだりタイマーで 予約したりもできるよ教科書136ページ、137ページを開いてみましょう137ページの図のようにインタビューしたものと今のものと比べてみるといいですね動画を止めて確認しましょう 暮らしの道具にはご飯を炊く食べ物を調理する掃除をするなどいろいろなものがあります。この単元のまとめとしてそれらの道具を使っていた時期を年表に表して人々の暮らしがどのように変わってきたか考えてみましょう。 年表の作り方です縦軸を何年前横軸を道具にして古い順に並べましょう道具の種類は例えば水道電灯電話冷房や暖房 調理器具などに分けてみましょうそれぞれの年代のところに道具の写真や絵を貼っていきましょうそしてどのように暮らしが変わっていったのかをまとめましょう動画を止めて作りましょう。 このようにまとめられるといいですね。教科書百三十八ページ。百三十九ページを開きましょう。教科書のような年表のまとめ方もあります。 動画を止めて確認しましまょうでは最後にこの単元を振り返って道具が変わることで人々の暮らしがどのように変わってきたのかを考えてノートにまとめましょう。 動画を止めて書きましょう。書けましたか自分の言葉でしっかりとまとめられていると嬉しいです。これで、私たちの死の歩みの変わる道具と暮らしの学習は終わりになります。ありがとうございました。